メグライアン、1961年11月19日体は、アメリカ合衆国の女優。ニューヨーク北東高のコネチカット州、フェアフィールド出身。父親のハリー・ハイラは、数学教師。母親のスーザン・ハイラ・ジョーダンは、元女優及びキャスティングディレクター、現英語教師。ジャーナリスト志望で、コネチカット大学に入学した後、ニューヨーク大学に編入し、 ジャーナリズムを専攻。在学中よりコマーシャルに出演し始め、大学は中退した。大学在学中にエージェントに見出され、映画ベストフレンズでデビュー。1982年から1984年まで連続ドラマアズ・ザ・ワールド・ターンズに出演。1986年公開のトップガンに出演して注目を浴びる。 翌年公開のインナースペースで人気を獲得して、同年公開のプロミストランド青春の絆でインディペンデントスピリット賞主演女優賞にノミネートされた。1989年公開のビリー・クリスタルと共演した恋人たちの予感の大ヒットによって人気を決定づける。それ以降もトム・ハンクスとの共演で巡り合いたらや、 ユガットメールなどのロマンティックコメディに主演し、ヒットを飛ばし、ロマンティックコメディの女王と呼ばれ、人気を博す。また、この3作品では、ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。一方、作品選びの悪さが有名で、これまで、ゴースト、ニューヨークの幻、プリティウーマン、誘う女、羊たちの沈黙などのオファーを断っている。しかし、 口実する不倫騒動や演技派の転向を図って出演したインザカットが失敗に終わりその後は出演作にも恵まれず低迷している低迷の理由には他に整形手術を受けて顔が大きく変わったためとも指摘され整形でキャリアが終わってしまったとも言われている2015年の映画涙のメッセンジャー14歳の約束で監督デビュー 1991年2月14日に俳優のデニス・クエイドと結婚。1992年4月24日に長男を出産。2000年にプルーフ・オブ・ライフで共演したラッセル・クロウとの不倫騒動の後に別居し、2001年7月16日に離婚。2008年には離婚したのは自身のクロウとの交際が原因ではなく、デニス・クエイドの浮気だったと語っている。 2010年頃からシンガーソングライターのジョン・メレンキャンプと交際し、2018年11月に婚約を発表。2006年1月に中国から当時14ヶ月の女児を養子に迎える。ジョン・メレンキャンプ民主党支持者であり、ベジタリアンである。ありがとうございます。